ここ3週間前、ニューヨーク、誰もこんなことになるなんて予想してなかったと思うんですよ。それで中国とか、イタリアのリポート見ても、どこかこういうところの話みたいな感覚があって、それで、自宅、ロックダウンになった後でも、天気がいい日は公園に行けばたくさん人が遊んでいるし、子供も公園にたくさん遊んでいるような状態だったんですけど、本当にここ本当に5日間ぐらいで、いきなりみんな家にこもり始めた感が、5日間で変わった感じがあるんですけど、本当になんか今の日本を見てると、ニューヨーク、3週間前のニューヨークを見てるような気がして、それがすごい怖いです。もうニューヨーカーもここまでなると思ってなかったのに、もう本当にあっという間に2週間、3週間でこの状況なので、それがもう本当にコロナの怖いところで爆発的に増えるとなったら増えるので、日本の方はその1月ぐらいからで、ね、ずっとコロナと戦ってるので、もうすごく長期戦になってきて辛いと思うんですけど、もう今が踏ん張り時というか、あと数週間、本当に家にいるだけで多分助かってる命が多分たくさんあると思うので、そこを伝えたいです。症状がなくても、もっと自分よりもリスクの高い人に広めている可能性も十分ありますし、外に出ることで自分が他からもらってしまうことも、の可能性もあるので、もう家にこもって、こっちではソーシャルディスタンシングって言って、人混みを避けて、人と6フィート、2メートルぐらいの間隔を空けるっていうのを、奨励されてるというか、やろうということになって、でもちょっと手遅れだったんですね、ニューヨークは。だからニューヨークから学んでほしいと思います。すでに同僚の医師が倒れるなど院内感染が広がり、感染力の高さが患者の最期を孤独なものにしているといいます。もうこの患者さんはもうあと数時間で亡くなるだろうと医師が判断した時のみ、ご家族1人との面会が5分間だけ許されます。だから本当にコロナと戦っている患者さんはみんな孤独にすごい戦っていて、それを見てると本当に私も心が痛みますし、せめて最後だけでも家族に看取ってもらいたいっていうのはあります。